ライジンファイティングワールドグランプリ2016無差別トーナメント1回戦第2試合、ブラジルジョアン・アルメイダ対イラン・アミール・アリアク・バリ。今トーナメント台風の目となるのはどちらでしょうか。ただいまより無差別級トーナメント1回戦第2試合を行います。青コーナー192cm 114.7kg アミール・アリアクバーリー。驚異のパワーと爆発力、この男の動きから一瞬たりとも目が離せません。イラン・アミール・アリアクバリ195cm 105.9kg ジョアン・アルメイダ。長い手足と鋭い打撃、ブラジルジャングルファイトから密林の獣王ジョアン・アルメイダ。この試合はライジン無差別級トーナメント特別ルールで行われます。この試合は5分2ラウンド延長1ラウンドで行われます。画面左イラン・アミール・アリアクバリ、対する画面右ブラジルジョアン・アルメイダ、ともに190センチを超える大男たちの共演です。ゴングが打ち鳴らされました。さあ高田さん、はい、まずは大注目アミール・アリアク・バリですね。これジョアンがこう直線的なストレートが得意らしいんで、はい、なかなかやっぱりすぐに入っていけないんじゃないかなと思うんです、アミールが。なるほど、ええ、はい、相当いいパンチ、破壊力のあるパンチをこういうことで、ね、先に行きますね、ジョアン・アルメイダ。だからなかなかあれを何回かもらっちゃうとスッと入らないんじゃないかっていう気はするんですけど、ただ組み技は状態強いですから、これ抜けるかな、ここも抜けます。ああやっぱり投げを打ってテイクダウン。レコローマの世界チャンピオンですね、はい、そうですね、ああいう状態強いですね。そしてこのアミール・アリアクバリは相手を投げて倒して上に乗って殴ると宣言していました。マットに穴が開くんじゃないかっていうぐらい強烈なパウンドをしますから、はい、それもらわないとしないですね。もらわないようにしないと狙ってますよ。ただここは下からジョン・アルメイダが体を密着させているんですが、川尻さん、はい、アリアクバリとしては今どうしたい、何をしようとしますか。今ハーフガードって右足が1本入っている状態だったで、これ今抜けましたね、はい、はい、ここから相手の右手を潰して動けない状態にして、ここはですね、マットヒューズポジションって言うんですけど、はい、なんとかブリッジで返っていこう、はい、これなかなか動けないんですよね。右手は相手に手に押さえられて、左手は手に押さえられて、右手は足を押さえられてるんで、逃げようがないんですよね。この状態でカウントもらうと、いやもうかなりの数、はい、ジョアンはどっちかってストライカー系なんで、寝技の対応はどこまでできるかっていうことがねポイントなんですけど、そうですね、いやこれちょっと危ないと思います。このままレフリーこのままもらい続けると様子を伺っております、はい、危ないですね。完全にロックされちゃってるね。ただ逃げたくても逃げようがないんですよね、この状態になっちゃうと。特にレスリング選手は抑え込みが上手なので、はい、ガードができないもんね。できませんね。右にも左にも動けないんですよ、ね、うん、無防備にさらされた状況で拳を受けなくてはいけないという状況。いやもう何もできないですね。相手上のアミール選手も距離が密集してるんで、決して強い。ここでエミが試合を止めました。いやアミール、アリアクバリ。デビュー3戦目、キャリアでも一番時間がかかりましたが、今回も1ラウンド完全フィニッシュ、圧勝でトーナメント1回戦を突破です。ちょっともらいすぎたね、パンチ。小池さん、お話を伺う前に終わってしまいました。ねえ、アルメイダに何もさせないで終わったっていう感じですよね、これはね。レスラーが食いついてくるともう離れられないですもんね、コントロールうまいんで。いや、関根さん、これ優勝候補って言ってもいいかもしれませんね。いや、すごいの出てきましたよ、アミール・アリアバ、すごい、これちょっと怖いですね。小野さん、はい、
これ1回戦まだ第2試合なんですけど、うん、これだけの衝撃いかがですか。いやすごいですね。さすがでも金メダリストですよね。あの状態からどうやったら回避できるのか本当にわからないですよね。ただいまの試合は1ラウンド2分25秒1ラウンド2分25秒アミール・アリア・クバリ TKO 勝利、レフリーストップ勝利です。 Hello everybody, happy fight here. I so love everybody people in Japan. I like fight to here. بگو که خیلی خوشحالم که تو ژاپن فایت میکنم بین مردم ژاپن.私は日本で日本の皆さんの前で今日はファイトできてとても嬉しく思っております。و خوشحالم و ممنونم از رایزین که این فرصت رو به من داد که اینجا خودم رو نشون بدم. میدونم امروز خیلی از کشتیگیرا هم خانواده من اینجا، خوشحالم که اینجایید و خوشحالتون کردم به عنوان یه خانواده از کشتی. とても財神には感謝しております。私はもともとレスラーとして活躍していまして、私と同じレスラーの方はこちらにはたくさん集まっております。私もその仲間の一人としてとても嬉しく思っております。امیدوارم سه ماه دیگه همتون رو تو سالن ببینم. また年末に3ヶ月後皆さんにお会いできることを期待しております。どうぞ応援よろしくお願いします。イランはやっぱり MMA に禁止されているので、彼が頑張ることによってイランの中の MMA の流れを変えたいっていう思いが強いみたいですね。なるほど、まあ、イランでは国民的英雄、MMA 禁止なんですよ、まあ、新たな歴史をこの日本で築いていこうという、彼が頑張ることによって流れを変えることができる、だから頑張るみたいですね。年末楽しみにしたいと思います、はい、アミール・アリア・クバリ1回戦突破。チームヒョードルの逆襲、ザ・サンボマスターバレンティン・モルダフスキー、ヒョードルが手塩にかける無敗のサンボマスター к одной определенной технике, а он был именно первым из универсалов. 勝利です。忠誠の証。対するは因縁の相手、無敗の海賊王子カール・アルブレックソン。チームヒョードルの若きエースから判定勝利を奪って、ヒョードルはカール・アルブレックソンとやらせろっていう逆指名で、それをまあカールが受けたと。Думаю, вы должны смотреть бой Федора в Японии на Новый год, потому что это, думаю, это будет интересное возвращение, поэтому это смотреть. ヒョードル逆指名。